拳を隠す。はい。手のひらは見せない。で、この顎先の部分。はい。で、拳を握って膝を落として、噛み合わせながら拳を下に。で、この鼠径部の部分。はい。次、無駄な動きはせずに。では、帯の下に持っていかない。右手。帯の下に持っていかない。帯の結び目のあたりに最初持っていきます。で、左手頭の上から足上げるのと一緒に。で、こっち右手は横にスライドして収める。で、この手は左手を右手の上に乗せます。こう。拍手みたいな感じにならないように上に乗せます。はい、よーい。拳を隠す。はい。はい。右手落として、はい、はい、そうです。今みたいにシンプルに無駄な動きはせず行ってください。